ドルビービジョンはドルビーラボラトリーズが開発したハイダイナミックレンジ映像のための技術群。この技術はコンテンツの制作、配信、再生をカバーしている。ドルビービジョンには映像の各フレームの輝度、色、シャープネスをディスプレイの色域体積に合わせて調整するために使用される動的メタデータが含まれている。これによって すべてのドルビービジョン対応ディスプレイにおいてクリエイティブな意図を維持できる。2014年に導入され最初に利用可能な HDR フォーマットとなった。ドルビービジョン IQ は周囲の明るさに応じてドルビービジョンコンテンツを最適化するためのアップデートである。トゥモローランドは2015年に発表したドルビービジョンを初めて導入した作品である。ドルビービジョンは ドルビーラボラトリーズが開発した HDR フォーマットで、ウルトラ HD ブルーレイおよびストリーミングビデオでオプションとしてサポートされている。ドルビービジョンは独自フォーマットであり、ドルビーのビジネス副社長、ジャイルズ・ベーカーは、ドルビービジョンのロイヤルティ費用は、テレビ1台あたり3ドル以下だと述べている。ドルビービジョンには、 PQ 電気光伝達関数最大 8K の解像度及び広々域色空間が含まれている。一部のドルビービジョンのプロファイルでは12ビットのカラー深度と1万 CD 平方メートルの最大輝度が含まれている。マスタリング用ディスプレイのカラリメトリー情報を静的、メタデータを用いてエンコードすることもできるが iPhone 12のようにシーンごとないしフレームごとの動的、 メタデータを提供することもできる。ドルビービジョンをサポートするウルトラ HD テレビの例としては LG、ビュソニー、ビジオなどがある。マルチコーや社の X265 エンコーダーはバージョン3.0でドルビービジョンをサポートした。ドルビービジョン IQ は周辺項に応じてドルビービジョンのコンテンツを最適化するように設計されたアップデートである。 これは将来対応と考えられている。この動的、メタデータないし動的 HDR を使用すると、シーンごとないしフレームごとに必要に応じて、ビデオ、映画の中で何度でも明るさとコントラストを調整できるようになる。ドルビービジョン方式は、最大1万 CD、平方メートルのピーク輝度と、最大で、レック2020の色域の映像を表現できるフォーマットである。 現在のディスプレイでは、ドルビービジョンの完全な輝度と色域を再現する能力を有していない。民生用ディスプレイには、輝度と色域の能力に関する要件は求められていない。民生用ディスプレイの色域体積が、マスタリングディスプレイよりも小さい場合には、コンテンツは動的、メタデータに基づいて、民生用ディスプレイの能力に合わせて調整される。 ドルビービジョンのマスタリングディスプレイの要件、ドルビービジョンの動的、メタデータの要件、ドルビービジョン4.0では、色相と彩度を調整するための新しい二次トリムが導入されている。一部のドルビービジョンのプロファイルでは、基本レイヤーと拡張レイヤーを合成して12ビットの映像信号を生成している。ドルビービジョンは、ドルビーラボラトリーズの独自ソリューションである。 2021年互換性のあるカラーグレーディングシステムでコンテンツ制作者は追加費用なしでドルビービジョンの自動メタデータを生成することができる。コンテンツ制作者が映像を手動で調整できるトリムを有効にするには年間2500ドルのライセンスが必要である。グレーディング、マスタリング、編集その他の業務用アプリケーションや機器の OEM 及び製造業者は ライセンスの申請が必要である。ありがとうございます。